木朗までの移籍、ロッテに主導権はなかった。 MLB 関係者が佐々木の移籍はドラフト時から決まっていたことでロッテに主導権はなかった、と暴露した模様。かわいそう。これ佐々木が山本ほどじゃないにしても NPB でもうちょっと結果出してればもうちょっと擁護の声もあったんやろけどな。山本のように毎年タイトル総なめ状態ならさすがにもうやることないからええよってなるのもわかるわな。去年からこの理論がわからん。成績良ければ良いほど球団にとって必要であり安値で売り飛ばすなど言語道断のはずやが、メジャーの記者が強気で報道してたのが全てよ。指名したんだし自業自得だな。関わりたくない球団は皆回避した。ドジャースかパドレス以外ならええぞジャイアンツ行け。入団拒否は屈辱だからしゃあない。まさかロッテがメジャー株のマイナー球団で育成組織だとでも言うんですか。1年目に佐々木を一軍帯同させて無駄にリソース割いてまで育成してたのは何なんや。メジャー前提の入団交渉してたとしたらちゃんと制裁しろよ。これが仮にほんまならその方が悪いっていう余計にあかんやつで草。里崎が言うようにロッテはマイナー球団だったみたいだね。